まあ、あの先発ピッチャーの調子が悪ければ1回2回から作ることはありますけど、何もなかったらまあ3回ぐらいから順番に肩を1回作って、それでまあ1回休んでおくってことですね。なるほど。まあ連投が続いてたら、まああの登板が、いい当たりはレフト線破っていきました。中井が迷わずセカンドに向かっていきます。2打席連続ヒット、ノーアウトランナー2塁です。背番号61番中井がこの福島で躍動しています。そんなに優しいコースじゃないですけどもね、普通ならファールになりそうなコースなんですけども、今のところをフェアゾーンに入れられるっていうのはやっぱり中井の成長ですね。はい、プロ6年目です。宇治山田商業高校ではピッチャーでした。プロに入ってから初めてという内野手挑戦で、サード、ショート、セカンド、ファースト、どこでも守れるようになり、外野にも挑戦。